今年も来たね。また根こそぎかっさらってくから覚悟しときなよ。いやその先のお嬢ちゃんは今年も元気がいいな。あ、そっちの子は新顔かい？この子はね、リュウグウレナ。こう見えてても結構やるよ。そんなことないよ。よろしくお願いしますね。おう、こっちこそよろしくな。今年もいろいろ景品を持ってきたんだぜ。もちろん真剣勝負だ。根こそぎ持ってけるもんなら持ってけってんだ。レナは可愛いものには目がないのですよ。ああ、あのぬいぐるみとそっちのぬいぐるみはレナの好みだね。かわいいね。お持ち帰り。ダメだよ。まだ準備中だよ。おい。レナ、ダメダメ。まだ準備中だってさ。ちゃんと回転したら根こそぎさらってやりな。もうダメだよ。レナのものなんだよ。お持ち帰り。Thank you.
なんなんですの、リカ。今日は何も考えなくていいのですよ。いっぱい楽しく過ごしましょうなのです。サトコ、意地悪なおばさんは今日はお祭りには来ませんですよ。そんなことは分かってますわ。なら、いっぱい笑っていっぱい楽しくなるのですよ、ニパー。ニパー。ニパー。あいにくですけど、そういう気分になれませんの。申し訳ございませんけど、放っておいてくださいませ。どうしてサトコは笑いませんですか。ではサトコ、サトコの辛いのが今日でおしまいになるなら、サトコは笑ってくれますですか。リカ、くだらない気休めは聞きたくないですわ。サトコ、もう決まっていることなのです。
それではお楽しみ抽選会の説明をこれより始めますので、どうぞ皆さん櫓の周りにお集まりくださいな。お嬢さんのおかげで、こんとなすんばらしい商品になったね。だいぶかかったんじゃないの？運営費で立て替えするよ。すったら、うな程度で立て替えなんてアホらしい。税に金の問題じゃないね。まあそう言わないで。お嬢さんのおかげでできた抽選会なんだから。こんな私一人でどうにかすりゃええんちゅうわけとちゃいねや。パーフォクサ、どうしたの牧野さん。そんなに息を弾ませたら心臓が破れちゃうよ。お嬢さん、悪い話なんだけど、いいかい？いやはや、参ったよな。参るも参らもなんね。三度あっちゃんは、四度あるっちゅうこっちゃな。お嬢さん、そりゃ笑えないや。面白い話でもなんでもなげや。面倒が増えただけっちゃね。警察が今身元を調べてるらしい。どうも相当顔面をやられてるらしくて、身元の特定が難しそうなんだと。顔がわからんでもおおよその想像はつくっちゃな。え？心当たりがあるのかい？バカが、綿流しの祭りにも顔を見せん。不信心者に決まっとろうがね。ちゃんとお社様を敬って祭りに来ちょるんは、そんな目には合わなんとよ。しかし、こりゃ無残なもんすね。クマちゃん、死に方ってのは本人が望んだものでない限り、どんなでも無残なもんです。お悔やみ申し上げちゃいますよ。そっちどう？
ポッケの中身とか個人が特定できそうなものは？サンダル履きで服装もラフ。近くにお住まいの方でしょうね。服装の特徴から周辺に聞き込みをすればすぐに割れそうっすね。それしかないな。課長からこの山秘匿捜査指定かかりそうだからって脅されてます。その辺注意してくださいよ。了解っす。入江先生が到着しました。先生、あそこです。どうも。遅れて申し訳ありません。抽選会の手伝いの最中だったもので。先生、今日の祭りでだいぶ飲んでたでしょう。アルコール本当に抜けてます？後で風船でも膨らましてもらっちゃおうかな。ご安心を。運転はスタッフに代わってもらってますので。そりゃそつがない。おい先生、通してあげて。こういうものは見慣れませんね。匂いがダメな時は口呼吸にするんですよ。まあこういう匂いは目でも嗅げちゃうかな。ね。中八九、怨恨の線でしょうな。血痕とサンダル裏から見てここで殺したのは間違いないでしょう。でも見ての通り、ここは人通りが少ないと言ったって往来のど真ん中です。ここで頭部がひしゃげるまで殴り続けたってのはちょいとまともな話じゃないですからね。でね、ほら腕とか見てみてください。ん？腕は綺麗なもんでしょう。それはつまり腕で防いだとか抵抗したとかそういう痕跡がないという意味ですね。さすが高学歴。仏さんはおそらく最初の一撃で脳震盪かなんかで気絶したんじゃないかと思うんです。で、推しは確実に殺した手応えを得るためにさらに打撃を加えた。さらに言えば仏さんはその時うつ伏せに倒れたように思うんですよね。ねえ、服の汚れ具合からの勘ですが遺体は仰向けですね。推しは後頭部を散々潰して明らかに頭蓋骨が砕けてる手応えを得ているにもかかわらず仏をこう仰向けにひっくり返してわざわざ顔面を潰してるんじゃないかと思うんですよ。遺体の顔面を殴るってのは私の経験じゃかなり怨恨の線が強いです。そ
それもだいぶ濃厚な、濃密なね。ってことはつまり、星は仏のかなり近辺にいるのは間違いないかと。私を呼んだのが救命活動ではないということはよくわかりました。先生、この人が誰かわかりますかね。わかれば聞き込みの手間がだいぶ省けるんですがね。すみません、私には分かりかねます。本当に？別に隠してなんかいません。先生もアルコールがまだ抜けきってないだけですよ。頭が冴えたら思い出すかもしれません。思い出したら教えてくださいね。おいさん、課長から無線です。1号車の無線室。入江の先生、ごまかしたな。え？いえいえ、こっちの話。仏の聞き込み急いでください。ほぼ間違いなくこの近くにお住まいです。おいさん、連れてきました。どうもどうも。こんな夜更けに申し訳ありませんね。明日も学校なのに本当に申し訳ないです。いえ。お父さんはどちらへ？うちの義父はあまり帰ってきませんので。おお、いつ頃から？最後に帰ってきたのはいつ？さあ、義母と喧嘩しているのを聞く限りは沖ノ宮でどこかのキャバレーの人と同棲してるとかなんとか。最後に会ったのはあまり覚えてないんですけど、先々週ぐらいだったかもしれません。ふんふん。お父さんの連絡先はわかります？いえ。キャバレーの人と同居してるって言いましたよね。なんてお店かわかります？いえ。沖ノ宮のどこかにあるとしか知りません。お父さんの名前は？北条鉄平です。お父さんとお母さんはあまり仲良くなかったですか？程度の度合いは分かりませんが、良くはなかったと思います。率直に聞いて申し訳ないですけど、お母さんに恨みを持っていた人間とか知っていたら教えてほしいんですがね。よくわからないです。そうですか。じゃあもしも思い出したらでいいので
その時は教えてくださいね。これ私の名刺です。ここに電話番号ありますので。はい。じゃあ後日またいろいろとお話を伺うこともあるかもしれません。もしもお父さんと連絡がつきましたら、沖ノ宮警察署の大石まで至急ご連絡をとお伝えください。くまちゃん、北条さんを自宅まで送ってあげてください。一人で帰れますから。うん、いいえいいえ、そんなこと言わずにぜひ送らせてくださいな。お母さんを襲った犯人がまだ近くにいる可能性があるんですよ。あなたもまた狙われない保証なんてないんですからね。お気遣いありがとうございます。でも本当に結構ですね。北条さん。はい。大丈夫ですよ。心配しないでください。犯人はすぐに捕まりますよ。手がかりとかあるんですか？ありますよ。どんなですか？捜査上の秘密ですよ。ね。いいえね。人を殺すってのはかなり感情の高ぶるもんなんですよ。そりゃ冷静に殺してみせるロボットみたいなのも稀にいますがね。感情が高ぶると何かわかるんですか？うん。人は極限まで感情が高ぶるといろいろ体に反応が出ます。発汗とか脱毛とかね。殺人現場に犯人の毛髪が落ちているってことは割とあることなんですよ。まあここは屋外ですからね。現場が絨毯の上ってのとはだいぶ勝手が違いますが。犯人の毛髪は拾えたんですか？さあね。鑑識の連中が大列組んでさっきから行ったり来たりしていろいろ探してます。まだ結果待ちでね。何が出るやら今から楽しみですよ。明日があるので今夜はもう帰ります。そうなさってください。クマちゃん送ってあげてください。了解っす。では北条さん、また近いうちに進展があったらお知らせしますよ。北条さんも何か思い出したりしたらぜひ教えてくださいね。憎き母の敵の逮捕に協力してまいりましょう。
犯人ってもう警察は目星をつけてるのかな。さあね、大石の野郎がしつこく聞き込みをして回ってるみたい。犯人は近しい人間に違いないと思ってるようだね。サトシ君って祭りの日にアリバイやります？どうだろう。バカですね。サトシ君は祭りに来ていた。そういうことでいいじゃないですか。そうだよね。気が利かなくてごめん。じゃあやっぱりサトシが？サトシ君が殺したかどうかが問題じゃないでしょ。サトシ君が犯行の時間帯にアリバイがあったかが重要なんです。たく。後で警察がうちに来るみたいだから、来たらサトシは祭りで一緒だったって言うよ。お姉、取ってつけた嘘なんか何の役にも立たないです。何も手を打たなかったなら今さら小細工しても無駄ってことです。せいぜい正直に喋ってください。お姉は芝居が下手なんだから変に意識するとかえって勘ぐられますからね。ごめん。最近はあまりバイトに行けてなかったでしょ。ご検察痛み入ります。おかげさまで。ごめん。今日は私夜まで姿を隠してるからバイトに出られるんじゃない？シオンさん、お出かけですか？そんなとこです。お姉が姿を隠してくれるそうなんで、久々にバイトに出ます。カサイ、暇だったらおじさんの店まで車を出してもらってもいい？シオンさん、しばらくはバイトを控えられた方がよろしくはないですか？事件のせいで、警察は園崎家界隈を監視しているようですし、あまり姿を表に出さない方がいいのではないかと思います。お気遣いは嬉しいけど、バイトしないと食費もないわけですし。
さい。悪いけどおじさんに、やっぱ今日のバイトは行けなくなったって伝えてくれる？私ここで降ります。え、シオンさん。沖宮で会うなんて奇遇ですね、サトシ君。ミオン。何があったか知らないけど、ミオンが楽しそうだね。ええ、楽しいですよ。サトシ君の機嫌が良さそうなので、私も釣られて機嫌が良くなっただけです。サトシ君こそ、何かあったんですか？何か機嫌が良くなるようないいことがありましたか？いいことなんかないよ。おばさんが亡くなって、警察とかご近所とかいろいろ大変だよ。サトシ君はどこかへお出かけですか？あ、バイトかな。正解。その前に寄り道なんだけどね。寄り道？毎日ちゃんとショーケースにあるのを確認しないと、なんだか不安で。よかったよかった、大丈夫、ちゃんとあるよ。買えるだけのお金は稼げてるわけですよね。なら予約とかしちゃえばいいのに。
もう。値札がついてないけど、これ本当に売り物なんですか？これ一体いくらするんです？売り物なのは確認したから間違いないよ。値段は？予算は大丈夫？大丈夫だよ、ちゃんと確認してあるよ。予算が大丈夫なら問題ないじゃないですか。なら予約しちゃいましょう。その方がサトシ君も心の荷が下りていいでしょうしね。誰もいないのかな。そりゃ好都合です。サトシ君、お給料日を待たずにぬいぐるみが手に入るかもですね。ダメだよミオン、泥棒はいけないよ。冗談ですって。軽く受け流してほしかったんだけどな。ひょっとして私が盗っ人の真似を平気でできる女だと思ってます？あ、ごめん。あの、すみません、お店の方ですよね？おじいちゃん、店番頼んだのにすっかり眠りしちゃった。お客さん来てるってのにもうごめんなさいね。うちのおじいちゃんももうすっかりボケちゃって。お恥ずかしいところ見せちゃってごめんなさいね。何かお買い上げ？あ、買うんじゃなくて予約なんですけど、いいですか？あのショーケースの中の一番大きいぬいぐるみなんですけど。あれ？いいの？値札見た？かなり高いけど、お小遣い大丈夫なの？あ、はい、ギリギリ足りるはずです。もうすぐバイトのお給料が入るそうなので、それまで予約したいんですけど。ね、これでもう誰かに先に買われちゃう心配はもう必要ありません。うん、お給料がもらえるのはもうすぐなんだけどね。これで安心できる。これならもっと早くに予約をしていればよかったな。普通の人は欲しいと思ったら即予約します。そういう思考に至らないサトシ君はちょいと希少です。
でもありがとう。どうもどうも。こんにちは。北条さん、園崎さん、いい雰囲気だったところを邪魔しちゃって実に申し訳ないです。ありゃ、大石さんですか。お仕事ご苦労様です。大の大人が4人も揃っておもちゃ屋さんに何かご用で。まさかお人形さん買いに来たってわけでもあるまいに。北条さん、実はですね、ちょいと伺いたいお話がありまして。何それ、任意同行ってやつ。サトシ君、こんなのに付き合う必要ないよ。行こう。
対して時間は取らせませんから、そんな怖がらないでください。サトシ君にアリバイがあるか知りたいわけですよね。ん？そうですよ。北条さとしさんのアリバイが知りたいんです。なっはっは、私たちの捜査がまずいからなのかな。犯行の時間帯にどうしても北条さんのアリバイが見つけられないんですよ。仕方ないから、恥を忍んでご本人に直接そのあたりをお伺いしようかと思いましてね。そんなの本人に聞く必要ないです。私がアリバイ証明しますから。ありゃ、そりゃ本当なら助かるな。あの晩園崎さんが神社にいてお祭りの最後まで過ごしていたことはすでにあなたからも聞いているし、その他大勢の方からも証言を得ています。そのあなたがそこで北条さんとも一緒だったと言ってくれるなら一番楽なんですがね。でもあんた、以前そのあたりをお聞きした時、北条さんのことは一言も言ってませんよね。実はいましてって、今頃おっしゃるおつもりで。祭り会場の誰一人北条さんを見ていないのに、あなただけは見ていたと、そうおっしゃるおつもりで。そうです、私と一緒にいました。それで十分です。あなたが仲良しのお友達と終始一緒にいたのは分かっているし、私も会場で実際にお見かけしています。それでも一緒にいたとおっしゃるわけで。なはそいつはちょっと苦しくない？ん？祭り会場でずっと一緒に遊んでたのに、すっかり忘れてて今頃になって思い出したと、そうおっしゃるおつもり？園崎美音さん。っていうか、私ミヨンじゃないですし、だからもともと綿流しになんか言ってません。あ？サトシ君とは綿流しの晩は沖ノ宮のファミレスでずっとおしゃべりしてました。エンジェルモートって店ですので、どうぞ店長にも確認を取ってください。あんた何を言ってるの？
あんたミウンじゃないなら誰なわけ？園崎シオンです。ミオンの双子の妹です。初めてお会いしますね。こんにちは。園崎ミオンさんに双子の妹がいたなんて初めて知りましたよ。あんた大人をからかってんの？からかってなんかないですよ。どうぞ戸籍でも何でも調べてみてください。それともお姉を呼んで二人で並んでみせれば信じます？園崎シオンさん。はい、シオンですが何か？あんたにもちょっと来てもらってもいいですかね。あんたが園崎シオンさんで北条さんと一緒におられたって言うんなら、あんたにも話を聞かせてもらいたいもんです。ええ、望むところです。お手柔らかによろしくお願いいたします。サトシ君、何を聞かれてもエンジェルモードで私とおしゃべりをして過ごしていたと言い張ってください。私が何とかしますから。何を聞かれてもよく覚えていないとか、サトシ君なら下手なことは言わず黙り込んだ方が無難かもです。サトシ君、聞いてます？ここでしっかりしないと刑事たちの思うツボです。怒ってます？なんで？その、騙してて。たまに教室のミオンと話が食い合わないことがあったから違和感は感じてたんだ。やっと分かったよ。怒らないでくれるんですか？その騙してたこと。はじめまして。じゃないんだよね。はい、そうなります。そっか。シオンってどう書くの？詩を読むの詩に音でシオンです。シオン。うん、いい名前だね。じゃあお二人さん、すみませんが署までご同行願いますかね。粉末でよければコーヒーか紅茶かくらいは選べますが。